回の電話で僕らは出直せる。でもこういったことばかり続けたら、あの思い出がダメになってゆくの。今頑張ってみるよ、優勝できなかったスポーツマンみたいに、ちっちゃい根性見つけた。はい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 。ここ最近の僕だったら大体午前8時か9時まで遊んでる。ファミコンやってディスコに行って、知らない女の子とレンタルのビデオ見てるの。学校なんでいいのかわからないけれど、どんなものでも君に叶いやしない。赤くなってたよね。今なら仲間と場もそうだ飲めるけれど、本当は美味しいと思えない。ああああではなんかやめてさ、六本木で会おうよ、今すぐおいでよ、仲直りしたいんだ、もう一度カルミミルクで。かばってあげなきゃダメだよ、できるだけ。でも全然君にとってそんな男になれず、自慢でごめんなさいの。頑張ってみるよ、優勝できなかったスポーツマンみたいに、ちっちゃい根性見つけた。はい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 。馬鹿げたプライドからもお互い抜け出せずにいる。誕生日にくれたねカルアミ、この前飲んだらなんだか泣けてきちゃったんだよ。 oh, 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 oh. 電話なんかやめてさ、六本木で会おうよ、今すぐおいでよ、仲直りしたいんだ、もう一度ミルクで。電話なんかやめてさ、六本木で会おうよ、今すぐおいでよ、仲直り